酔いの実行委員会実行委員長の時宗さんです。はい、今回のほろ酔いの見どころを教えてください。見どころですね、まあ、タイトルにもあってますけど、まず表帳を見る、うん、歩く、そして飲む。これがですね、界隈の、文化財だったりとか、偉人、そういったあの歴史をですね、またお酒を飲む続きになっちゃうかんだな。これのもう間違いないですね。これはね、皆さんにこう知っていただく、どうでしょう。ぜひ来てください。よろしくお願いします。とか。ぜひ皆さん、おもち町の第4回のほろ酔いの遊びに来てください。よろしく。